疲弊したウクライナ軍第47旅団が死闘、ロシア軍の進撃を抑える、米は補充急走。1週間余り前、ウクライナ東部アウジウカの北西数キロに位置するオチェレティネ村付近でウクライナ側の防御が崩れた時、ウクライナ軍は危機に見舞われた際の慣例になっている対応を取った。ウクライナの調査分析グループコンフリクトインテリジェンスチームCIT の言葉を借りれば、ウクライナ軍の緊急対応旅団である第47独立機械化旅団を投入したのだ。志願兵だけで構成される第47旅団は、北大西洋条約機構 NATO の教官の訓練を受け、米国製の M1 エイブラムス戦車や M2 ブラッドレー歩兵戦闘車、M109 自走榴弾砲を配備されている部隊だ。第47旅団は先週、ロシア軍の第30独立自動車化狙撃旅団がオチェレティネを制圧し、ウクライナの支配地域にナイフのように突き刺さる長さ8キロほどの突出部を獲得するのは阻めなかった。それでも求められたことはしっかりやった。緊急事態に対処し、この突出部が南へ大きく広がるのを食い止めたのだ。とはいえ、2000人規模の第47旅団もこれまでに非常に大きな犠牲を払っており、休息や補充、再編を切実に必要としている。実のところ、第47旅団は4月20日前後、休息のため戦線から離脱して後方に移動していた矢先に、元の陣地にロシア軍の第30旅団から攻撃を仕掛けられたのだった。オチェレティネを含む作戦空域の旅団を統括するドネツク戦術集団は、第47旅団に引き返して戦闘に復帰するよう命じた。第47旅団のミコラ・メリニク中隊長は、仕事に戻りましたと報告している。旅団はいつものように、機動力の高い M2 を走らせ、ロシア側の陣地に25ミリ機関砲を撃たせているようだ。だがメリニクは旅団が疲れ切っていることも強調し、部隊は回復に専念するつもりでしたと吐露している。第47旅団は昨年6月南部反攻作戦を主導したが、ロシア側の緻密な地雷原にぶつかり甚大な損害を被った。メリニクは片足を失った。無謀な判断が理由で旅団長は半年余りで3人更迭されている。4ヶ月後、第47旅団は150キロかそこら東へ移動し、弾薬が枯渇してロシア軍に包囲されつつあったアウジウカの守備隊を増援した。今年2月、おびただしい血が流れた5ヶ月にわたる激戦の末、アウジウカが陥落した際には守備隊の撤退を擁護した。その後、第47旅団は西へ移動し、オチェレティネの南方面を増強した。休息は先延ばしに、もしかすると無期限に先延ばしになり、旅団は現在もオチェレティネ付近で防御線を保っている。あと1ヶ月で1年間交代がないことになります、とメリニクは書いている。第47旅団の戦闘大隊の兵士たちに関して特筆すべきは、単に1年足らずの間に、3つも大きな戦略で戦ってきただけでなく、旅団指導部の異常と言っていいレベルの混乱、不始末に耐えながらそうしてきたことだ。ウクライナ国防省は、戦闘部隊を不必要に危険にさらす無謀な指揮判断をしたとして、第47旅団の指揮官、旅団長を昨年9月以降3人更迭している。ウクライナ軍の部隊の動静を追っている調査分析サイトミリタリーランドネットは、第47旅団について続投させるに値する指揮官を見つけるのに苦労していると指摘している。指揮官には最近評価の高い第56独立機械化旅団を率いていたヤン・ヤツシン大佐が任命された。第47旅団にとって過去7ヶ月間で4人目の指揮官だ。ともあれ、第47旅団は事実上休みを求めていると言っていいだろう。これまでに数百人の人員を損耗している。
またオランダの OSINT オープンソースインテリジェンス分析サイトオリックスの集計によれば、200両あった M2 歩兵戦闘車は76両が損害を被り、うち40両は撃破されるか路獲されている。31両あった M1 戦車もこれまでに5両を失った模様だ。第47旅団は重量69トンの M1 がロシア軍のドローンの攻撃でさらに失われるのを懸念しているらしく、最近残っている M1 を一旦前線から引き上げている。その間に部隊長たちが戦術を練り直せるようにする狙いだろう。装備はある程度補充されそうだが、今は何よりも休息が必要。それには供与国の米国も協力する意向だ。米軍のクリストファー・グレイディ統合参謀本部副議長、海軍大将は AP 通信に、ウクライナ側のパートナーや現地のその他のパートナーと協力して M1 をどのように使えるか考え出せるようにすると語っている。米国はまた重量33トンの M2 を運用し、第47旅団で最も過酷な戦闘の大半を担っている強襲大隊の再建も支援する。米議会のロシアに好都合な一部共和党議員による半年にわたる妨害の後、米国が先週ようやく再開した対ウクライナ支援の第1弾には M2 が含まれていた。数量は公表されていないが、おそらく数十両だろう。ウクライナ軍で M2 を使用しているのは第47旅団だけだ。第47旅団は新たな指揮官の下で指揮統率問題を解決できるかもしれない。また新たな戦術を考案できれば M1 を被害を抑えながら運用できるだろう。そして新たな M2 が届けば強襲大隊の車両の損失を補充できると考えられる。だが第47旅団が今本当に必要としているものは、戦闘からしばし離れて休むことなのだ。ドネツク戦術集団はオチェレティネ方面の新たな防御線を強化するために新たな部隊を投入するとも伝えられる。そうなれば第47旅団はようやく休息を取れるかもしれない。少なくとも短期間、あるいは次の緊急事態が起こるまでは。ウクライナは米朝の代理戦、米国のウクライナ軍事支援を口実に北朝鮮の対ロミサイル供与も本格化。米国務省スポークスマンが射程300キロの戦術誘導ミサイルATACMSをバイデン政権がウクライナに供与していた事実を明らかにしたことについて、北朝鮮が昨日28日これを非難する国防省の談話を出していた。米国務省の談話ならば北朝鮮の外務省が対応するのが筋である。実際に北朝鮮は2022年4月11日には当時外相だった李尊厳氏が国連人権理事会で米国が主導してロシアの資格を停止したことについて、国連は米国が気に入らない国々にむやみに政治圧力を加えて威嚇する手段に二度と登用されてはならないとする談話を出していた。昨年も北朝鮮は1月、10月、11月と3回ウクライナ紛争関連で談話を出しているが、1月はクォン・ジョングン米国担当局長の名で対ロ武器取引を否定し、10月はイム・ジョンイル外務次官の名でロ朝軍事協力を国連制裁決議違反と批判した米国に反論し、11月は外務省スポークスマンの名でブリンケン米国務長官がロ朝接近に懸念を表したことについて根拠のない懸念であると批判する談話を出していた。また金正恩総書記の代理人でもある妹の金与正党副部長も昨年1月にウクライナに地上攻撃用戦闘装備を送り込むことで戦況をエスカレートさせていると米国を批判する談話を発表していた。さらにシン・ホンチョル中ロ大使も10月21日には米国のウクライナへのATACMS供与の動きを批判する談話を出していた。
その他にも北朝鮮は国際問題評論家の名で米国の対ウクライナ軍事支援をたびたび批判していた。今回は国防省が、それもスポークスマン談話ではなく軍事対外事業局長による談話を出していることに注目せざるを得ない。軍事対外事業局の談話は、ロシアには武器を供給してもいないし、そうした計画もないと対ロ武器供与を全面否定した2022年11月7日の談話以来であるからだ。それも前回は副局長の談話だったが、今回は局長談話であった。ウクライナ製油所を無人機攻撃、モスクワ南東州で火災発生。ウクライナ軍は1日、モスクワ南東ヤジャニ州とロシア南部ボロネジ州の製油所を無人機で攻撃した。地元メディアに明らかにした。ヤジャニ州では敷地で大きな火災が発生した。ウクライナはロシアの石油関連施設を標的にしており、範囲を拡大する方針を示している。ロシア国防省は1日、未明までに両州と西部のベルゴロド州とクルスク州でウクライナの無人機計6機を迎撃したと発表した。ウクライナ東部ハリコフ州の集落に1日、ロシア軍の砲撃があり、78歳の女性が死亡した。